Scanning the area. This guy's looking dangerous. どうもロチュン TV です。本日はですね、Apex Legends、 こちらのゲームのキャラ紹介をしていきたいと思います。こちらのゲームは3人でスクワットを組んで出撃していくゲームで、8人のレジェンズと呼ばれるキャラがいて、それぞれのキャラごとにスキルだったりパッシブスキル、そしてアルティメットという必殺技を持っているのが特徴となっています。本日はですね、その8人のスキルやキャラの使い方紹介していきたいと思います。各レジェンズは3つのスキルを持っています。1つがパッシブというもので、常時常に自動的に発動しているスキルとなります。でもう1つが戦術アビリティといいまして、プレステ4だと L1 で発動することができるスキルで、 PC だと任意のキーで発動することができます。このスキルは一定時間に1回、まあ、30秒に1回だったり使うことができるスキルとなっています。で、もう1つがアルティメットと言いまして、プレステ4であると、L1 プラス R1 で発動する必殺技ですね。こちらはゲージが溜まり次第使うことができます。ゲージは 100% まであって、中には 20% アルティメットゲージを進ませるアイテムなどもゲーム内で落ちてたりもします。で、このキャラの場合、まずパッシブがトラッカーと言いまして、敵が残した痕跡を見つけることができるという足跡ですね。足跡をトラッカーできるスキルとなっています。で、戦術アビリティですが、スキルですね。全能の目。短い間だけ目前の全構造物を見通して敵や罠、手がかりを見破るというもので、建物の壁とか関係なしに敵を透けて見えるという形の、まあ、ウォールハックというか、索敵用のアビリティとなっています。で、アルティメットですが、ハンティングビーストというものです。究極のハンターに変身する五感が研ぎ澄まされることで、かすかな痕跡を認識できるようになり、さらに動きも速くなるというもので、敵の足跡ですね、それを追跡することができて、さらに足の速さも上がるという、非常に強力なアルティメットとなっています。はい、まずこちらがスキルですね。壁越しに敵が映っています。で、これがアルティメットですね。敵の足音表示と移動速度アップ。非常に強力なアルティメットとなっていると思います。はい、次にジブラルタルですね。装甲要塞と書いています。スキルは以下のようになっています。パッシブがガンシールド。照準器越しにエイムを行うとガンシールドが展開し、被弾を防ぐというものです。戦術アビリティはプロテクトドーム。攻撃を15秒間ブロックするドーム型のシールドを投下するというものです。アルティメットは防衛爆撃です。スモークでマーキングした地点に迫撃砲の集中攻撃を要請するというものです。こちらもですね、非常に強いアルティメットとなっていて、範囲爆撃でもうまとめてワンスクワットを倒すということもあったりします。はい、このエイム最中に出ている小型のシールドがガンシールドです。で、こちらがスキルのプロテクトドーム。ドーム上のフィールドを展開していますので、ここで蘇生に使ったり、また拠点に入っていくときですね、エリアに入っていくときに使ったりするのがいいでしょう。ガンシールドはですね、上半身を守るぐらいの大きさしかないので、そこまで過信してはいけないんですが、対面の打ち合いでは結構強力です。また一定ダメージを受けると割れるみたいですね。次がウルトですね。ウルトはですね、範囲爆撃なので、敵が隠れているところだったり、高低差のあるところ、撃ちにくいところに使っていくのもありかもしれません。次がですね、ライフラインですね。戦う衛星兵。パッシブは戦う衛星兵。ノックダウンされた仲間をシールドの壁で守りながら素早く復活させる。また回復アイテムを 25% 早く使用できるというものです。で、戦術アビリティが DOC ヒールドローン。
地合いドローンが一定時間付近の兵士を自動的に治療するという回復のスキルです。で、アルティメットがケアパッケージというもので、高品質の防御用装備を積んだドロップポットを要請するということで、自分でですね、ケアパッケージ呼べちゃいます。このキャラ非常に強力なのがこのアルティメットで、レベル3ヘルメットとかレベル3アーマーとかが入ってる可能性もある救援物資を自分で自ら呼ぶことができるというところが非常に強力となっています。蘇生するときにですね、このようにシールドが出ます。これ結構便利ですね。またヒールドローンで味方を回復するスキルもあります。これがアルティメットで、ケアパッケージ救援物資をですね呼ぶことができます。この中にはレベル3のアーマーだったりレベル3のヘルメット入ってることがあるんで、非常に強力だと思います。好きなところに呼べるんで、でこういう黄色いアタッチメントも入ってることもあります。これがレベル3ヘルメットですね。次がですね、パスファインダー、前線の石膏兵。スキル、パッシブが内部情報、リングの次の位置を明らかにする調査ビーコンをスキャンできるというものです。戦術アビリティがグラップリングフック、グラップリングで移動の難しい場所へ素早く移動できるというものです。で、アルティメットがジップラインガン、誰もが使用できるジップラインを作り出すというもので、味方も使用できるジップラインのロープを張ることができます。まずこちらグラップリングフックですね。距離がこんくらいで、まあ、そこまで長くは届かないといった印象です。ただ移動を早くできるので漁る時にも使えるし、まあ、敵の意表をつく位置に移動したりも使っていけると思います。で、次がウルトのジップラインですね。任意の場所にロープをこういう風に張って登っていくことができます。これは味方も使うことができるので、いろいろ使い道があります。交渉を取ったり、また、パルスに追われている時の早い移動にも使えます。で、次にレイスですね。次元をまたぐ戦闘兵。このキャラが結構強くて、パッシブが虚空からの声、危機が迫ると謎の声が語りかけてくる、判断の及ぶ限りではこちらの味方をしているようだ。戦術アビリティ、虚空へ。虚空を通り安全かつ迅速に移動する、ダメージは一切受けないというもので、3秒ちょいほど無敵になれるスキルですね。で、アルティメットがディメンションリフトというもので、日転換をポータルで60秒間連結するというもので、2転換をつなぐポータルを作ることができます。これはですね、生放送中の録画をご覧ください。これはウルトのポータルを使っていますね。ここからがスキルの虚空を使っています。ナイス。よし。次にバンガロールですね。職業軍人。スキルはパッシブ、駆け足。スプリント中に被弾すると移動速度が短時間向上する。戦術アビリティがスモークランチャーですね。発煙管を高速射出し、着弾時の爆発で煙の壁を作り出すというスモークを投げることができます。で、アルティメットがローリングサンダーというもので、一帯をゆっくりと巡る支援砲撃を要請するというものです。まずこちらがスモークです。広範囲にスモークを撒き散らして視界を遮ります。次にこちらがアルティメットですね。移動していく爆撃を放つことができます。で、移動中に撃たれると足が速くなるパッシブスキルがこちらとなります。で、次にコースティックですね。毒性トラップの使い手。パッシブが NOX ビジョン、ガスの中を移動する敵を強調表示するというものです。戦術アビリティが NOX ガストラップというもので、強力な NOX ガスを放つ容器を最大6つまで配置して、射撃か敵の接近によって起動するトラップを撒くことができます。
で、アルティメットが NOX ガスグレネードで、広いエリアを NOX ガスで包むという、ガスを撒き散らすグレネードを投げることができます。はい、こちらがですね、ウルトを使ってる種になります。まずはウルトのガス投げていって、このガスの流れですね、敵は強調表示されて、こちらから視点が見れるという形になっています。で、この後スキルのガス、トラップですね。トラップを置くんですが、その後に赤く表示されるのは、ドットサイトの効果です。次にミラージュですね。ホログラフの幻術師。パッシブがアンコール。ノックダウン状態になると自動的にデコイとクロークを発動して、5秒間、気絶状態になった時に逃げることができるというものです。戦術アビリティがサイクアウト。ホログラフのデコイを発生させて、敵を混乱させるというもので、デコイを出すことができます。アルティメットがファントムで、ミラージュがデコイ集団を展開して敵の注意を引き、自身はクロークで身を隠すというものになっています。このアルティメットはね、かなり面白い。まずはデコイを使うシーンで、デコイはまっすぐ進むので、まあ移動をここにするだろうなっていうふうにすると、こういうふうに敵がデコイを打ってくれます。で、次ウルトのシーンなんですが、ウルトを完全に透明化するわけじゃなくて、ちょっと見えてるような感じかもしれません。あとはデコイ移動してくれるのかなと思ったら、ちょっと移動してくれない。失敗シーンもご覧ください。下にデコイが溜まってて笑う。はい、ということでですね、8キャラ、ちょっと紹介していきました。で、この8キャラなんですけど、まあ使ってみた感想なんですが、キャラでこのキャラ強いなっていうキャラなんですが、まずはですね、まあ、レイスが強いですね。やはり虚空が非常に強力です。で、移動速度も速くて非常に使いやすいキャラだと思います。で、あとはブラッドハウンドですね。ブラッドハウンドも全能の目、そしてハンティングビーストが強力なので、強い部類のキャラだと思います。で、3番目もしつけていくとすれば、まあ、ライフライン。こちらのキャラも強力ですね。アルティメットのケアパッケージが非常に強いと思います。で、アルティメットが強いっていう面では、ジブラルタルもアルティメットは強いんですが、移動速度がですね、ちょっと遅かったりっていうのが、少し気になるところですね。で、あとはパスファインダーですね、その次は。パスファインダーは、うまくジップライン、グラップリングフック、使っていけば強いキャラになっていくんじゃないかなと思うんですが、思ったよりグラップリングフックが届かないので、そこがですね、ちょっとどういう風に使っていくかというところだと思います。で、あとはね、ミラージュは面白いなと思いました。で、コースティックは、まあ、パーティーで動ければですね、コースティックはパーティーで動いてガスとかをうまく使っていて、まとまって動ける分体であれば強いかもしれません。で、バンガロールなんですが、スモークランチャーあるんですが、スモークランチャー自分も見えなくなるので、どういう感じかなという形で。で、アルティメットに関しては、砲撃なんですが、まあ、ジブラルタルの方が強いかなというところなんで、まあ、移動速度が速い、スピーディーなキャラという面の使い勝手だと思います。ということでね、キャラ紹介、ご視聴ありがとうございました。ちょっとでも参考になったら、よかったらチャンネル登録してってください。それではご視聴ありがとうございました。またな。バイバイ。お疲れ様です。